やね。ほいだろ、ね、だろアミカ、若葉、頑張りたい。一番相性がいいと思うメンバーは、若葉。あらしゃあいつ自分やってんねん。自分じゃないの。このペアが一番相性がいい、相性チェックです。なるほど。フォーレットのグループっていろいろペアってそうね、ありますね。今回ペアで相性チェックをさせていただきます。はいはい、今立ってるね、若葉、アマリザ、幼なじみコンビですね。何年目の付き合いか出てみる。8、なんか8年の付き合いだからこその相性チェック。2つ目のペア、はい、4月29日コンビ、サロン。奇跡やろ、奇跡じゃん、チームの奇跡、運命だから。私と M さん、ベビータペの性格というか、まあ、こんな感じで、まあまあ、ベビータペで一番時間がね、長く過ごさせていただいてるんです。確かに、長い仕事のお付き合いみたいなね、上司と部下的な感じではあるから、結束力みたいな、そういうのがあります。どのチームが一番相性が合うか、そして絆が深いか、今回試させていただきたいと。10問お題を出させていただきます。はい、それで一番何問合ってるか、じゃあまあ10点中何点取れるかの勝負になるわけですね。はい、それでは早速やらせていただきます。1つ目、はい、透明人間になれる能力おは時間を停止できる能力、どちらが欲しい。まあ、わかるわ。お前絶対そう、透明人間か時間が止める、どっちか絶対もう書くの早い。まあこれちょろそう、まあ当てとかんとちょっとな。それでは準備の方はよろしいでしょうか。はい、せーので、振り込んで、せーの、ドン。おどっちどっち、じゃあ一回顔出してもらって、はい、せーの、顔出すだけちゃんと振り込みながら、振り込みせーの、はぁ、お前ないわ。お前グルト、それもしかして、それグルトやろ。お前絶対グルト、いやいやいや、お前絶対女湯とか覗きたい人やん、お前透明人間になって。ないわないわお前。それでは次いきたいと思います。はい、2つ目、全く喋らない人おは24時間喋り続ける人、結婚するならどっち。この顔おもろいな、おもろいな。いや、これかな、絶対これやろ。それではフリップの方お願いします。せーの、はい、ドン。それでは顔を出してください。じゃ顔だけちゃうね。はい、せーの、お前黙れよ。いやいや、お前喋んなよ。ちょいちょい、これお前のこと考えて。いや、お前もうアホじゃん。お前静かの方が好きやんだって。相性悪い。これは多分お互い多分そうやと思う、うん、俺は喋るし、俺黙ってるから。そう、だから俺は喋ると思う。でも相手が考えるのやっぱ当てないと、やっぱね。そうだね。3問目、はい、1年間同じ髪型にするなら坊主頭おはアフロ、どっち。彼ら2人ともね、坊主の経験がありますから。ここは逆にこっちやったら心配よ。あ、もう準備はよろしいですか。早い、はい、ではフリップの方お願いします。せーの、はい、こんにちは。お前ないだろ。お前もう相性できるわけやん。もう坊主のおしゃれできんか。お前一時期アフロみたいな時あったやん。やめちゃ、それはね。お前もう二度とブロッコリーとか抜かすなよ。お前二度と坊主すんだよ。3問今連続やばい。お前ないわ、そいつないわ、そんなわ。5万円が当たった宝くじ、どっと、おは発表前の宝くじ300枚もらえるならどっち。もう確定で当たった5万円をもらうのか、まだ発表されてない300枚の宝くじ。ではフリップの方お願いします。せーの、じゃあ顔の方見合わせてください、うん、はい、せーの。お前ギャンブルしろよ。相性悪すぎない。人生最後に食べたいのは普段通りのご飯は超高級レストランの料理、どっち。うわ、せーの、はい、どう、顔見合わせてください。はい、せーの。うわー、俺のサイトめっちゃ美味しい。お前とは約束したもんね。いや、中野の鶏塩が一番うまいっていうのと、成人式でご飯何食べに行きたいって両親に言われても、お母さんその料理って言おうと決めてたけど成人式なかった。はい、はい、5問終わりました。はい、1ポイントです。はい、次からジェスチャーになります。うわー、まあ、同じポーズをしてください。筋トレ、筋トレ、せ
ーのでポーズしてください。そのポーズだ。せーの。そのまま前に出てきてください。お前筋肉やろ。パワー。筋肉やお前。プロポーズお願いします。3、2、1。そのまま前に出てきてください。あらまあ全然違うね。お前さ、お前アニメの王子と。お前中学生。アニメの王子だ。あまりなプロポーズ受ける側ないんだ。お前中学生する側じゃないんだ。お前ロミオとジュリエット見すぎやって。お前アイドルです。来たんじゃん。来た。いきます。せーの。待って待って、はいいよいいよ、一回出てきて。お前オリーバーやろ。めちゃくちゃ別件とオリーバーやないか。お前男しか分からへんって。怖すぎるわお前。お前ネテロはちゃうて。お前ネテロ絶対もう天下最強と人類最強持ってくんじゃん。ドキッとする仕草お願いします。3、2、1。あーねー。チクった。待って、俺逆に若者なっていい。うん、いいんちゃう、いいんちゃう、いいんちゃう、それでいいんちゃう。どう？1個目の俺ポニーテールして食ってんのが好きやったけど、どっちかなと思って耳かきかポニーテールで、お前耳かきやった。地味やな。ラストの問題、はいはい、リーダーこたつです。 いきます。3、2、1。お前と合わせる気ない。100人中100人フォーエイトしてるから俺やって2ポイント。こいつないわマジで。最悪。こいつボケすぎ。お前ちゃうってそれは。ないわ。シギプコンビタロミ。あー、第1問、はい、どちらか1つを経験できるなら、お大好きな推しとひと夏の恋、おは理想の相手に出会う夏、どっち。楽しさも言いたくないや。自分の中で思ったこと素直にいけばいいだけ。はい、それではフリップの方お願いします。せーの、ドン。はい、じゃあ顔こんにちはして。顔こんにちは。はい、答え、せーの、こっ。そら意外とまずいねんて。それでは2問目、無料で貸し切れるとしたら、ディズニーランド、フォア、ユニバ。うわぁ、いや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 。あ、早い、二人とも早い。はい、では行きます。3、2、1。はい、顔だけこんにちはしてください。せーの、大正解。ディズニーランド。さすがに舞台行けんからね。さすがに大阪にユニバってもらうな。1万円札1枚、フォア1円玉2万枚、どっちが欲しい。欲しい。あの、2ポイント静かにしてもらえます。それでは、どっちだ。3、2、1、ドン。おー、俺楽しさと似てるわ。こんにちはしてください。こんにちは。せーの、ドン。絶対そうっすよね。倍で倍。まだね、あの7問あるんで大丈夫です。簡単に。宇宙旅行は世界一周旅行、行きたいのはどっち。こいつ伝えてます。それではフリップの方お願いします。せーの、はい、ドン。あ、こんにちはしてください。せーの。宇宙なんて相当いけるんだよ。いやだってさ、宇宙に行ってさ、何かの木が外れてみたいな。待って待って、世界一周も同じじゃない。え、世界一周は Hello Hello Good morning、はじめまして。ダメっす。スカイダイビングはバンジージャンプ、 YouTube 企画でするならどっち。悩んでるよ。それでは答えの方お願いします。せーの、はい、ドン。おお。顔の方こんにちは。はい、せーの。ポーズになりますので、フリップ。うわ、来た。おお、来た。こっちの自信あるよ。なんだ、もうこんなん余裕よ。やばい、1ポイント。
6問目、はい、お題は野球でございます。3、2、1。バッター大正解。あー、楽器の演奏といえば、3、2、1。前に出てきてください。そっちか、もうせやな。めっちゃ悩んだ悩んだ。男の子出てもうた。 100m 走。3、2、1。ほら、なんか悪く思ったら。はい、どうぞ。クラウチングやろ。クラチングしてるやん。クラチング。ミュージカル。あ、簡単簡単。お、簡単やん。これは簡単。そうやな。はい。3、2、1。ラストです。やばい。動物。うわ、うわ、簡単やん。簡単やん。簡単やん。あ、そうや、変わったやん。それでは3、2、1。マジか。大丈夫。素晴らしい。ネームちゃん、ネームちゃん、助かる。今日も勝ってたよ。死肉ゾンビ3ポイントです。3点。ちょっとどんどんやっぱ正解すぎて、1ポイントだし、いけるいけるいける。では、最後のペア ANN。 じゃあ、もう早速1問目から。はい、1問目のお題、ハリーポッターの世界は、千と千尋の神隠しの世界、行ってみたいのはどっち？こんなんさ、オッケー、いいよ、せーの。ちょ、ウリップを見せてあげよう。では、お互い、お顔こんにちは。こんにちは。フリップこんにちは。おー、いやー、でも、私ハリポッター知らんの知ってんの？お肉を食べるとき、塩コショウ、焼肉のタレ、どっち？オッケー。では、お互い、フリップをどうぞ、ドン。では、フリップどうぞ。私タレやん。俺もタレ。あれ、パン、塩タン以外はタレやん。俺もタレ。まあまあまあ、同点ぐらい、同点ぐらいだよ。同じぐらい仲いいってことじゃん。ゾウとキリン、生まれ変わるならどっち？はい、では、フリップのどうぞ、ドン。フリップ、こんにちは。出すな。はい、正解。どうせダンボやろ。ダンボ言うから。よし、決まった。続いてもない。次に髪を染めるんだったら、抹茶色、ま、紫、どっち？逆にむずい。逆にむずいかもしれない。これもしあったら私ちょっと染めろ。では、お願い、フリップをどうぞ、せーの、ドン。お母さん、こんにちは。せーの、ほい、よな。紫やん。紫や。いや、私 MC にずっと茶色で染めてって言ってんのさ。どうせ4ポイントで止まる。次へと間違えそう。はい、来た。はい、よった。優しいけど頼りない人、怖いけど頼りになる人、付き合うならどっち？うわ、これちょっと MC 分かれそうやな。これは、まあまあ、そうやな、そうやな。では、お互いフリップをどうぞ、ドン。おもろ。じゃあ、せーの、フリップどうぞ。すごいわ。女の子は優しいもん。やっぱ優しいな。今5問目です。で、5問正解。5問やらせやん。やばいって。やばいって。やばいって、ほんまに。兄弟姉妹。でも、こっからバカむずいから。そうやね。お、そうやな、ここやな。ジェスチャー入ります。やったー。でも、私もう5ポイント取ってるから、私ら優勝や。いやー、別に間違えてもいいし、どうやってでもいいからね。じゃあ、行きます。はい、このポーズしてください。バレーボール。まとまりました。できるよ。すごいよ。せーの、ドン。そのまま前へ来てください。すごい。俺これ。それ、俺これやら。バラバラ。いや、これ、ゾロ。
そのこっからです。はい、ヨガのポーズ私も決まってます。せーの、ポン。そのまま前出てきてください。キモリ。やばい、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 すごい、すごい、すごい、ヨガファイターじゃないの。マジでやばい、ヨガファイター。ヨガファイターじゃないの。ヨガのバーガー。何だでもこれは間違えます、はい、異性の好きな仕草やってください。聞いとけ、聞いとけ。これはもうこれ分かれそうやな。分かれそうやな。これで分かれるでしょ。まとまりました。うん、異性の好きな仕草どうぞ。これじゃない、これじゃない。どうぞ前出てきてください。あー、そっちね。あたし汗こう拭くの好き。あー、いいねー、いいねー。いや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 、間違えてるもん。ないないない。あんたたち何ポイントでしたっけ。2、3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 、